ましたね、サザンサーキット。麺屋武蔵監修冷やし真剣そばですね。やっぱり味噌おにぎりとコロッケですね。メロンクリームソーダ。これが、はい、これ車切るですね。しょうがないと思います。これうまいですね。これソースね、ソースついてないんですよ。ソース今ね1時15分前ですね。このいつものダサいタイヤに変えましたということで、これでいきたいと思います。この日はね、日曜日なんですよ。午前中が二輪とカートで、午後からが四輪ですね。で、第二日曜日は、しねしね団の日らしいので、まあ、詳細はですね、サザンサーキットのホームページでご確認ください。もうね、デフブローとデフロックしたらどうしようってことで、まあまあね、頭の中で、いろんなことを考えてはいましたね。ただついてね、ついて早々にしねしね団の番長さんと団長さんにお話聞いてもらって、どうですかね、やめた方がいいですかね、壊れるんじゃないですかねっていう話をしたんですが、まあ、あらかたのちゃんと組んでれば早々壊れないし、ちょっとぐらいずれてても壊れないよ話だったんで、ここまでね、まあ、収録してないんですけど、早朝ドライブとあと高速でね、鳴らしはしてきたんですけど、でデフがね、デフの音がしなくなった割に今度シャフトベアリングの音がものすごくして、あとね足回りかな、団長さんにカタカタ言うんですよって言うと、それアームの足回りの音じゃないっていう話になって、まあ、おそらくね、ベアリングもブッシュも15年近く変えてはないので、まあ、私に乗ってからですね、もう10年って言わないので、15年ぐらい乗ってるんで、
What do we do to love?